タケマチセカンドです。今日はね、日本に行ってたんですけど、ちょっとね、前からデパ地下で気になってたやつ、なんか消し餅ってご存知ですか？まあなんか有名なね、小島屋さん、大阪のお店ですね。まあ本当にね、有名な昔からあるお店で、この商品も昔からあるやつでみんな知ってると思うんですけど、私実は食べるの初めてかも。デパ地下でよく見かけるからね、一回食べてみたいなって思ってたやつで買ってみました。なんかこんな箱もすごい立派で、なんか高級そうな感じです。じゃじゃん、消し餅こちらですね。あー、これこれ、はい、こんな感じです。なんか丸かと思いきや、四角と丸と、まあなんか形はいろいろですね。なんか飛行機で持ってきたから本当は丸でしょでね、今回買ったのがこちらの消し餅っていうやつで、私は関空で買いました。なんかこの消しの実っていうので包まれてるというか、このつぶつぶのやつですね。消しの実で、まあ、まとわれてるから消し餅だそうですね。賞味期限があんまり持たないんですけど、これ6個入りで約まあ1000円ぐらいだったかな。うわ、柔らか、すごい柔らかい。うわ、もうとろけちゃいそうだ。あ、しかもなんかもう中がすでに見えてる。こんな感じで、もうなんかお餅は結構薄めで、中のね、あんこがドバッと入ってますね。これすごい美味しい。周りのね、消しの実がね、プチプチしてる。中のあんこ、こしあんでね、滑らかな、とろけるこしあん。これお土産でもらったら嬉しいわ、本当に。これ熱いお茶食べたら最高ですね。プチプチ食感、私これもう6個しか買わなかった。ケチって。でっかいサイズあるから、もうそっち買えばよかったですね。なんかこれ、消しの実ってそもそも何かちょっと私は知らなかったんですけど、このプチプチですね。なんか周りプチッとプチプチ食感で、とろーりとね、もっちりお餅と、中にね、滑らかなあんこ、これあんこも美味しいんだ。っていうかやっぱさすが昔からね、長くあるお店はね、美味しいですよ。これね、百貨店だったらまあ、基本的にやっぱ大阪の店なんで、大阪のね、阪急阪神百貨店、高島屋とか、近鉄百貨店、あとまあ週1回販売で三越とか、倉庫、西武倉庫、いろいろ売られてますね。あ、なんか福岡の方とかの三越でも売られてるそうです。で、まあ空港だったら関空とか大阪空港とか新大阪駅もありますね。よかった、気になる方はね、消し餅買ってみてください。以上、大阪で、以上、大阪の消し餅でした。